どうもこんばんは、かなたでございます。私はただいま愛知県のとある場所に来ております。はい、愛知です。はい、愛媛じゃないです。もういつも言い間違えるんだよな、愛知と愛媛。ではですね、初めてですね、愛知がっつりちょっと来るのは、なのでね、ちょっとここスタートなんですよ。ここ初めて行くんですよ。夜ちょいちょいね、廃墟もあったんですけど、初めて回ります。そんな場所はこちらでございます。はい、車来た。はい、こちら野間大坊、鶴林山野間大坊だったっけな、です。はい、すごいね、でかいのよ、すごいでかいので、一応もうね閉まってんだけど、入れる場所はあるんで、そこをちょっと回ろうかなと思ってるんですが、一応ね噂はあります。なんか噂はありました。はい、まあ、ただ噂かもしれないけど、ここね、ここね、わかるね、血の池。はい、で源の頼朝、読めない、なんだったっけ、なんか剣刺さってっけど、あるんす。なのでちょっとそこら辺行ってみようと思います。なんで現在地がここですね。なので、こっちをちょっと向こうに行こうと思います。はい、ちょっとぐるっと血の池あたりまで行こうと思います。ぐるりと、こっち行けんのかな、暗いね。あ、行けるな。うおー、あ、すごい。これ入っていいんだよね、ここは。ここ入っていいんだよね。あ、ダメかな。うわ、すご。うわ、すご。ちょっと待って、これ暗いよね。めっちゃ暗いよね。明るいよね。明るすぎるよね。明るすぎんよね。あ、ちょうどいい。わ、すご。これは超綺麗。まあ、ただ、心霊だ、なんだって言って来ちゃってるけど、一応ここ心霊スポットとかっていう噂は、なんかあるっぽいけど、特に僕関係ないので、ちょっと雰囲気があるところを探し回って行っておりますんでね。まあ、ただ、噂があるんでちょっと来てみたという感じではありますけどね。すっごい立派じゃん。超立派じゃん。あ、ここにもある。ここにもあるな、これ。これこうやって。これこうやって。これこうやって回すやつ。これ結構いろんなところにあるよね。うわぁ。ははは、大御堂。五重の塔の跡があったのね。はい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 。ははははは。ちょっと待ってね。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。遠く、よいしょ、水平取って、水平を、水平取って、
OK。 あ、でもちょっとあれだな。見ていこう。失礼します。すいません、ちょっとあんま神社仏閣とか夜来るのは怒られそうな気がするんだけど、ちょっとお墓とかがあったらちょっと取れないからな。そして虫がすげえ。はあ、足元がすごい。ガサゴソガサゴソ言ってんだけど、これ何なんだろうな。でかい虫じゃないよね。野学び。ちょっと明るすぎるかな。結構車の通り多いんだな。うわぁ、すげぇ。でかっ。あ、ライトちゃんと、ライトついてる。うわぁ。立派。超立派。超立派。これ昼間に来たかったな。すごい立派。ちょっとこれ置いてみよう。あ、映ってるね。映ってるよね。よし、ちょっとお賽銭入れてきます。これ見えないか。おみくじ、おみくじです。どうなってるかな。見えないな。ちょっと待ってね。これでいいかな。あ、これちょっと写真撮っとこう。これ写真挟むわ。はい。これね、小吉です。で、待ち人、遅いが来る。遅いが来るらしいっす。遅いらしいっす。願い事、焦らず、騒がず、ゆっく、ゆるーく進めばよし。待ち人遅いが来る。うせもの出る。高いところの間。なそれ。旅立ち、慌てない方が良い。あー、そっか。飽きない、売り買いともに利益あり。お、
学問、自己の弱さに負けず勉学せよ。相場、売り時としてはよし。こんないっぱいんだね。争い、害を張れば損あり。ああ、なるほどね。我を通すなってことね。恋愛、あまり深入りするな。はあ。なるほどね。はい。よいしょ。さあ行きましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。よし。50番札、あれ ?51 番札書って書いてたと思うけど、50番なんだ。大御堂寺。あ、大御堂寺だ。すごいね、立派ね。線香の匂いするね。あ、源頼朝公の墓所。あ、わ、すげえ。剣刺さってる。はあ。あ、え、そんな？すげえ。剣刺さってるよ。トライフォース？あ、こっち。すごいな。頼朝じゃない、義朝。鎌倉に入れた頼朝を、平家を滅ぼした義朝の父である。あ、はい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 。あ、お父さんなのね。全然知らんな。大立ちをお墓にうず高く備えるようになった。願われたら、ああ。武芸の達人だったんだ。はあ、これすごい、ちょっと、あ、ちょっと見るね。すいません。すいません、ちょっと見させてもらいます。申し訳ありません。はあ。ちょっと見させてもらいます。すいません。義朝公のお墓。お墓、お墓はこういうので行かない方がいいんだけど。はあ、すごいぜこれ。でもすごいな。これだ、剣、大立ちってことでしょ？はあ、すごい。あ、なんか願いとかそういったようなものがあるんだ、これには。はあ。すいません、大変申し訳ないです。ちょっと失礼いたします。申し訳ないです。あ、ね、いろいろなお墓があったりするね。申し訳ございませんでした。一緒にちょっと行きましょう。でですよ、でですよ、
こっちですよ多分ね。池があんだよね。これか、これかな、これかな。あ、違うわ、これは別の池か。あ、ごめんなさい。弁天池、あ、弁天池だ。これ弁天池。こうもなんかあるね。あ、でも中か、あれは。ちゅうことはだよ、血の池はこっちか。こっちってことだよね。え？そうなの？あれどこだっけ？あれ？あれ？血の池どこだ？駐車場。あーあー、はい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 、なるほど、こっちか。外出ちゃったよ。あった。あった。あったあった。ここだ。血の池。ちょっとズームするね。ちょっと写真出すわ。あの真ん中のやつ。なんて書いてんだろう。え？平治の乱で敗れ野間に落ち延びた源義朝公、謀反を起こした家来永田忠政、影政により殺された。首を洗った池。あ、国に返事が起こると池の水が赤くなると言われている。ほわ、そうなんだ。だそうです。ここ血の池。ここ血の池。こちらです。血の池、ちっちゃいけど。赤くなるんだ。赤くなる、だってよ。今まあね、いろいろ荒れてるけど、まだ、なのね。まだなのかな。赤かったら怖いよね。え、やばくないってなるよね。
赤かったの。赤くならないことを願っております。行きましょう。戻ろう。ちょっとあれだな、僕の旅の中方ではちょっとかなりバチ当たりな方だな。ちょっと申し訳ないですよ。弁財天さん、ここにも遺跡あるね。マニシャドウ、一回回すごとに苦しみ、悪を除きます。回した回した、回ったかな。よいしょ。あ、これ、あ、あそこがさっきのところか。はあ、はあ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 。これさっきのところか、出てきたところだ。ああ、なるほどね。はい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 。戻ろう。野間大坊でございました。いかがでしたでしょうか。知多半島の知多市88箇所というものがあるんですけど、ちなみにその88箇所の一つなのかな、もう一個あるんですけど、行くところ今日。なので、ちょっと神社仏閣巡りみたいになってるかもしれないですけど、まあそれはそれで、ちょっとまあ雰囲気は雰囲気であるんですけど、若干ちょっとバチ当たりなところはね、否めませんが、よいしょ。少し、お邪魔させていただきました。はい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 、こういうのもあるのね。あ、日があるね。決して心霊スポットとかそうやってこうワーキャー来る、あ、でもまあ肝試しとかで夏になると来るんだろうかな。周りの近隣住民の人もいるんでね、ちょっとねあんまり大騒ぎはしない方がねいいでしょうけど、
ち行けるね。わ、すごい立派。これは、これなんだろう。鐘楼は、鐘楼堂、あ、鐘があるのね。盆鐘が掲げてある。へぇー。すっごい立派。失礼しました。ではでは、これにて鶴林山野間大坊で以上です。はい、いかがでしたでしょうか。結構ね、雰囲気があるけど、超ありがたい場所ですね。いや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 、ちょっと生きてこんなんで撮ってよかったかなって思ったけど、申し訳ございません。はい、ではでは、もうちょっとね、まだまだこの愛知回りますんでね、他の場所も、お楽しみにということです。はい、ではでは、また次の場所をお会いいたしましょう。ありがとうございました。